今度ね、今度少しあれを変えようかね。そこで形が変わる？座りの形を少し変えようか。はい。うん、足で。首が凝りました今一瞬変な体勢って言われて本当に変な体勢だったのがバレてましたやっぱ出るんだなと思ってはいはい、じゃあこれ立ってもらって、はい、そうだね、この辺でこの辺でこう、はい、そのぐらいね、はい、OK、目線だけも少し、そうそうそう、もうちょい、はい、そのぐらい、そのぐらいでいいよ、はい、え、服がこう、こういう感じだと心も洗われる気がするとりあえず、ここ着てみようかね、はい、はい、はい、もう一つ、うん、それちょっと下すぎた、はい、このレンジでいようか、うん、少し遠くを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 見て、はい、もう一つ、一箇所目終了です。次はどこかな、ティータイム持つのかな、これ音楽が遅いですよ、音楽が早くても7時、夜の7時だけは、それでね、自分の真正面を、はい、で手はね、それかけておこうか、はい、よ、ガーンと引いちゃったからね、弾いたんですよ。弾いたの？私が弾いたんですよ。それを未だに覚えてる。そうかのか。え、でも音がおかしいんですよ、これ。今度ね、それで目線少し行こう。
はい、目線少し上げて、はい、OK です。はい、すごい、結婚式とかでありそうですね。ちょっとパーティー会ですよね。ここがすごく、ここがすごい、すごいですね。すごいですよ。セレブって感じ。完全にセレブです。どういうイメージ？いや、なんかもうね、なんかもう、こう、私の家です、どうぞ皆様みたいな、お入りくださいみたいな感じ。はい、行きます、行きました。すごい、ほんとこれ、落ちてきたら怖いな。シャンデリアとか、あれって何に使うんですかね、あれ。裁判とかしか思い浮かばない。そんなノリだ。せっかくなんで。今私なりの伸び。あ、どうも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 。はい。これ学校かな。なるかね、見えるか。本当ですか。本当だ。上がね。はい。今度ね、目線を、少し外すよ。はい、ました。はい。もうちょっと、そうそう、はい。だとちょっと入るかな。もうちょっと下がっとこうか。いい。いいですね。位置がわからなくなっちゃう。最後まで手が震えてきちゃう。筋トレ。筋トレ。それでね、今度ね、顔の向きを向こうにひねってくれる？そう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 。はい、それでいくよ。そこの階段のところと、はい、あとこの屋外の2箇所を今の衣装で。はい、あ、これで、うん、はい、はい、了解です。お、階段。ちょっとこう、優勝カップ的な取ったぞー的な、これやたらこれに絡まるとか無駄に絡まる、まあ、どういう風に取ろうかっていうところなんでしょうけど、私は歩けばいいんですかね。私は歩いとけばいいんですかね。引きすぎてわかんない。いいよ。
間行ってみようか。降りてくよ。はい。はい。よ。はい。はい、ストップ。はい、こっちじゃいいよ。はい、目線少し外したの行こうか。はい、あの人逆外しにしようか。はい、OK です。あの人、はい、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、はい、はい、外、はい、次ですか。次はどれですかね。次は黒ですね。黒白初ゴスロリ。どうすか。はい、ゴスロリは初です。着てなくもない感じするけど。そうですね、うん、問題のベルトが遠くから見ていいですか。これ全部絶対こう超会議ですよこれ。会議、これどう思ってんだろう。じゃあ一回外全部ですね。バルコニーの逆打ち行って、はい、バルコニーの逆打ち。そうですね。ちょっとやらせていただいて、あ、わかった、バッチリです。いてててて、行ってきます。まあでもそこかな。これスリッパって確実に間違えてる。歩きづらいんだ。このスカートが歩きづらいんです。すごい面白い。要するにカメラに見つかっちゃったぐらいの感じね。はい、はい、今度ね、逆、あの、こっちのあれがあるじゃん、そのそう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 、それに少し、そう、そんな感じにしといてください。はい、窓だ、そうそう、はい、はい、OK です。大きい十二時通りみたいにいっぱいついてる。なんか中についてる。え、じゃあここら辺みたいですね。じゃあその辺っていうのか、その前、その花の前あたり。はい。これどう？いる？大丈夫？ああ、いたね。何か。あ、これ蜂じゃない。蜂じゃないよ。嘘、本当ですか？大丈夫。本当ですか？蜂じゃない。本当。あ、そこにトンボがいる。え、トンボ。トンボはいるわ。すごいです。ここに。それ、はい、それでいいよ。はい。もう一人中に出るよ。はいはい。今トンボでした。トンボだよ。はい。トンボが怖い。私怖い。はい。即答だ。今の、今の、今の、
はい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 手振りすぎだな、はい、手振りすぎだ、うん、まあ、いけますよね、はい、いけるね、はい、いけるけはい、はい、こっち、はい、こっちもこっちか、はい、うん、たしよくまこっちや、はい、ありました、はい。ありがとう。ポッケーです。あ、いいですよ。カチューブトップか。レッスン。お、はい。はい。はい。なんだこれ。これだ。あ、なんかすごい手って。手？あれ手？手じゃない。手？手ですよね。手だ。おお、手だ。ちょっと。できた？なんか右手の方が若干太いかも。あ、でも絶対そうなると思うな。なんかこっちの方がきついですね。すごいですよ、これ襟だけですよ、これ襟単品。怖くまく。見せない。ありがとうございます。やってなんかすごいお嬢様気分ですねこれ。全然わかんない。これお嬢様気分。間違ってる。すごい気分だからねこれ、お姫様気分。そうだね。そうそう。こんな靴履かしてくれるとかないよ。25?5?5 センチ大きい。で、ピアス。次何するんですかね、開かずの間の前ですよ。悪魔風、さっきの一番白い衣装とは大違い。本当だ、うん、はい、そのぐらい、はい、まあ、それだけ取る、はい。
ありますね。はい。うん。はい、もう一つ。鏡だと分かるように文字引いたれ。どう？いい感じです。よし、よし、次。行くぞ。この衣装いい感じです。いや。はい。はい。ナイトメアみたいになってるよ。マジで？このまま行ってみよう。はい。常日頃からこういうワンピース。こういうワンピースばっかりです。ばっかりだ。私こういうワンピースばっかりですか。完全嘘だけどね。完璧に嘘だけど。じゃあ行くよ。今ね、あ、もう足はね、あ、あ、はい。はい。もう一個話します。ちょっと、はい。もう一個しましょう。神様お願いします。神様お願い。足気をつけな感じで。もう一個しますよね。はい、少し上がる。少し上がる。はい。あ、もう一回上げるよ。はい。そうそうそう。はい。歩き方変わらないんだ。変わりますよ。すごい、どういう感じだろう。歩き方変わる。いや、違うだろう。弾むんだ。弾む。ルンルン。シュシュ、シュシュするぜ。あ、出た。この部屋とこの服はセットですね。あ、いけてるね。こんな感じでバンバンですからね。はい、じゃあ目線外したのもいくよ。はい、鐘が鳴ってるよ。鐘が鳴ってる。はい、はい、今度は少し傾けて。そう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 。はい、はい、顔もちょっと上げようか。そう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 です。柔らかくね。はい、柔らかく。はい、そう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 、そうですね。はい、でも目線を少し落としてくれる、こちらに。はい、はい、それでね、顔をピンとここ、はい、ほら、ピントがついてる。はい、あ、今度は寝ようって言って大丈夫です。はい、うん、美しいような気がするんだけど。うん、全然いいじゃない。美しいような気がする。もう一回。はい。はい。もう一つ。そう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 。はい、もう一つ。いいよー。はい。はい。
はい、OK。OK。はい、ありがとうございます。はい。きれいね。どうでした写真集は。ですね、今まで、ジャケット撮影とかっていうのは CD のジャケット撮影っていうのはやったことがあったんですけど、はい、写真集っていうのは初めてなので、なんかその撮影の感じだったりもいつもと違ったので。あ、違う？ちょっと違いますね、やっぱり。あ、そう。はい、ジャケットのブックレットみたいなのあるでしょ、はい、そうですね。ああいうのでこう結構なんだろう、1日かけて撮ったりとか、なんかこうロケ行ってっていう。マジで？それやるんですか？やりますね。やっぱり衣装は、なんちゃって着たりとか。今日はね、スタッフがいっぱいいたので。そうですね。知ってるんですか？あ、そうですね。リラックスした雰囲気。そうですね、リラックス。あと、涼しかったんで、はい、汗もかかって、あ、そうね、過ごしやすくて、良、うん、かったです。本当はね、あの今回の撮影もなんかね、いや、撮る予定だったんですけど、ね、うん、はい、台風のおかげで、おかげで吹っ飛んじゃいましたね、本当にね。そうですね。昨日行ったらですね、そうそう、昨日で弾け方で、いやちょっとそれはなんか自信ないですよそういう売り込みじゃないですよね。じゃないですね。でもまあ、はい、今日はハウスタジオだったし、はい、ライティングもその辺もちゃんと気を使って自分もカメラマンさんとも話してたので、はい、いい感じで上がってると思います。楽しみです。まだ残りちょっとなんか撮影残ってるんで、はい、はい、そうですね、ね、はい、あともう少し頑張ってもらって、はい、よろしくお願いします。いい写真集を作りたいですね。はい、はい、よろしくお願いします。もう頑張りますので。はい、私も頑張ります。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。今度は大人な小坂理恵です。さっきと大違いですよね、多分。はい、そんな感じで行ってみるよ。もっと、どの辺なんか配線じゃないえ、どういう感じですかね。ずっと不自然な気がする。オレンジが入ってるって言ってた。オレンジの匂いしか分かんない。なんだっけな、なんとかかんとかラブってやつ忘れちゃって全然覚えてない。美味しそうですね。巻きで入るといいな。もうちょい倒れてくる。そう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 、はいはい。このぐらい、うん、もうちょっと考えたいと思うんですけど、うん、少しじゃあもうちょいこっちひねぎ、そうそう、ひねぎをね、うん、そうそうそう、探しておこうか。はい、うん、まあまあ、まあ、いい、うん、
座ったのをちょっと取ります。はい、はい、少し危ない。そうそうそう、はい、もう一度、はい、はい、目線あり。また、明日が始まってしまうので慣れてない足元が危ない。なんだろう、なんだろう、なんか無線とか欲しいどうぞ。波に負けました。あ、もう怖い。おお。冷たい。はい。え、いや、そんなに思ったほど冷たくなくて、ものすごく波がここまでもうやばいですもん。
ちなみに今日は何度ですか？何度なんだろう。20度ない。はい。20度ないと思います。多分。いつ来るかなと思って。大丈夫、そこまで来ないから。本当ですか？そこまでは来ない、大丈夫。来た。いい、大丈夫。あ、やばい。これは大丈夫。
あとなんか常にビクビクしてる自分がいるんですよね。すごい波にビビってる自分がなんか、あ、すいません、すごいこう、なんていうんですか、ちっちゃいなってやっぱ思っちゃったよ。どうしてこんなに海が苦手なんでしょうか。レストラン開いてないですか。今何時ですか。まだいつも寝てる。すごい、なんかもう3時ぐらいの気分なんですけど。昨日は何時間だったの。2時間です。ブログを書いて2時半ぐらいに、でもお風呂とかも入って歯磨きをしてなんだかんだやって2時半ぐらいに床に着いた感じで、起きたのが4時半です。あとはまあ色を少しつけちゃうとか、うん、注意してね。それしかないな。シアンを入れて海がね、あ、本当だ。グレーの海です。あ、でもなんかすごい素敵かも。はいよ、降りてきて、顔とか上げ目で降りてきて、そう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 、うん、はい、マスター。はいよー、はい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 、行ってよー。うん。オッケー。はい。はい。はい、目線。そう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 。はい。これもらった時、なかなか星の砂って見れないので、海のロマンを語りかけます。
エスカー、エスカーって何ですか？アマプリーさん。エスカーはですね、ロープウェイみたいなもんかな。江ノ島神社コッキング園展望。そこに書いてありますね。読んだんだけ。エスカレーター。嘘。嘘じゃないよ。嘘ですよ。エスカこれでお金取るんだって。嘘。エスカレーターでのことですか。エスカレーター。またまたそんな。ご冗談を。これは観光地っていうものさ。え、本当にですか？私、だってこの前のエスカレーターいつも登ってますけど、多分ただで登ってますけど。嘘、本当に？嘘、この先になんかあれがあるんじゃないですか？なんかそのエスカーって乗り物があるんじゃないですか？これがエスカーなの。これがエスカーですか？はい。そのエスカーとか言わなくてもエスカレーターじゃん。これどうしないですか？次のエスカ乗り場って次のエスカ乗り場ありますか？ありますから。ここは何の神様ですか？縁結びの神様みたいです。確かかどうか分かんないみたいでなんか回ってるよ。何やってこれをやると何私もなんかやりたいです。あれです。あ、はい。はい。行ってきます。お祈り、OK、これで私は交通安全、交通安全って何？これで私も安全です。エスカーに、またエスカーへ。そう思わざるを得ない状況になってきました多分これがエスカーなんでしょうね。江ノ島名物ですか、はい、あ、そうですね。もうここは皆さん観光名所なのでエスカーをご堪能くださいあ、着いた。なになにこれ、展望台すごい。エスカーで登ったところ。エスカーで登ったところなのに、また階段で登りますね。階段苦手だわ。寒い。なんか今冬。これちょっとやりたいですよね。一回はこういうのやりたい。絶対やりたい感じですね。ちなみに今の手形は誰の手形ですか？7代目。読めない。
その上は。もしもね。歌舞伎。尾上。尾上。聞く頃。知らない。いやいやいや、尾上さんの、尾上さんの手形と小坂流の手形です。手形じゃないよ。手をこう合わせました。多分今3回目のエスカーだと思うんですけど、あ、3区。エスカー3区。ついにもうエスカーも3度目ということで、まあそろそろ慣れてきましたね。この乗り物にも。そうですね、まあこれが前の島ですか。あ、こういうこともあるので楽しんでいこうかな。おお、エスカーエスカーの定義券とかあるんですか。あ、ここにあります。ここ、コッキング園ですよ。サムエル・コッキング園。サムシングエルスの伊藤さんがどこにいるんですか。サムエル。そっちのサムエル。桜が咲いてる。カスマス。秋ですね。秋ですね。綺麗ですね。いいですね。秋といえば。サンマ。食い物かよ。そっちか。いや、もうちょっとだ、待ってね。下りのエスカー中ですね。クエンエスカーはなんかエスカーと違って無料みたいですよ。そうそうそう、なんででしょうね。ちょっと足が痛くなるからでしょうか。いや別にエスカー使わないでこのまま、え、上がることはできる。あ、できるできる。運転を上がってくればいい。そうですよね、別にいいんですよね。いや、ただで行った人はこっちから行って別に行って。でもなんかこの雰囲気楽しむためにエスカーだってこっちの方がいいんじゃないかなって思ったり。結論、結論、結果、いやエスカーはエスカーでね、難しい、楽だしいいんですけど、でこの景色とか楽しむのがね、これはこれでいいんじゃないかと思いました。はい、最後まで見てくださってどうもありがとうございました。小坂流は、これからももっともっとどんどん頑張っていきたいと思いますので、これからもずっとずっと見守っていてください。ではまたね。